はい、皆さん明けましておめでとうございます、今僕はですね、地元の鹿児島県に帰ってきておりまして、今からちょっと初詣に行きたいと思います。まあ、実際は二詣なんですけど、まあ、二社目ということで、僕はね、昔から行っている鹿児島県の西福寺というところに来ておりまして、まあ、ここでしっかりと今年のね、お願い事をして、で怪我なくね、今年はね、今シーズンは怪我なくやりたいから、ちょっと怪我をしないようにっていうお花と、あとは、おみくじ引いていきたいと思います。はい、到着しました。こちらが西福寺、ここはですね、神社ではなくお寺ですね。お寺、じゃあね、最後ね、今からおみくじを引いて、帰りたいと思います。じゃじゃん、うっとりち、これ持って帰ります。すいません、回転焼きの白あんください。はい、一つ。はい、どうぞ。はい、どうもありがとうございます。うん、うまっ。目の前に777の赤の車がある。今年いいことありそう。そっちはあとクレーとして考えて、基本的にはい、ということでですね、もう一個のね、行きたかった場所に到着しました。ドーンと桜島の見えるところでございます。でかいね。はい、ということで行きたかった場所2つとも行けたんでね、満足です。まだ動画終わりませんので、続きご覧ください。どうぞ。はい、ということで、改めまして皆さん、明けましておめでとうございます。今年2023年も、ハイサカをどうぞよろしくお願いします。今年もですね、ハイサカ、そして西矢ですね、去年以上に頑張っていきたいと思っております。去年1年間本当にたくさんの方々に支えられて、そしてたくさんの方々に出会うことができて本当にありがとうございました。2023年のね、ハイサカの目標を発表していきたいと思います。ここで目標を言うことでね、もうやるしかないっていう状況にして、まあ、やってなかったらもうどん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 コメントで、あの目標言ってたけど全然じゃんみたいなの言ってくれるとね、ありがたいですし、そう言われないようにね、頑張りたいと思いますので、まあ去年ですね、実は YouTube のチャンネル登録者数を5万人っていう風にね言ってたんですけども、蓋を上げてみれば5000人いかないぐらいっていうところで、まあ、ちょっと目標が現実的じゃなかったということで、今年はですね、YouTube、チャンネル登録2万人を目指していきたいと思います。まずはこの2万人というものを年内必ず達成して、2万人ですけども、より多くの人たちにね、サッカーの素晴らしさだったりね、ディフェンスの楽しさ、守備の楽しさっていうものを伝えていけたらなと思います。もう一個目標がありまして、個人の目標なんですけども、 TikTok フォロワー10万人を目指して頑張っていきたいと思います。まあ、現状2万人ちょっとということで、まあ、残り8万人なんですけど、
まあ、なかなか大変にはなると思います。まあ、10万人は行きたい。10万人の方々に知っていただければ、もっとね、このハイサカっていうのも知っていただけると思いますし、YouTube だったり僕らの活動っていうものを、知っていただけると思うので、まずは YouTube 2万人と TikTok 10万人っていうのを目標に頑張っていきたいと思います。そしてですね、まあ、それとは別で、今年はですね、サッカースクールっていうものを立ち上げようと思っていましてですね、もうこれは本当に今年のもう4月ぐらいからできればなというふうに思って今動いてはいるんですけど、まあそちらもね、今年の目標というか頑張っていきたいと思います。それを踏まえてですね、今年の動画、どういう動画をね、上げていこうかっていうところで、2023年ハイサカーですね、よりニッチに、より趣味に特化してやっていきたいなと思っております。僕らは選手たちのためになる動画を作りたいっていうふうに思っているので、よりニッチに、よりマニアックに、守備の楽しさ、サッカーの、分析、プロの選手の分析動画っていうのもやっていきたいと思ってますので、そして、3つ目なんですけども、いわゆるドキュメンタリーっぽく、動画も、もう1本やっていきたいなと思っておりまして、僕がサッカーを仕事にしているわけで、まあ、これからもっといろんなことをやっていくっていうところで、その様子をね、リアルをお届けして、なんか少しでもこう頑張ろうって思える人が出てきてくれたら嬉しいなと思いますし、プロ選手、元プロ選手じゃなくても、これだけの多くの人に出会うことができて、多くの人に支えられて、多くの人たちの力になれるんだよっていう、その裏側だったり、その本音の部分っていうものを届けられたらなと思っているので、まあ、守備の解説、サッカーの分析でドキュメンタリー、この3本柱でやっていきたいと思います。もちろんコラボとかもどんどんやっていきます。まあ、コラボの時はエンタメの要素が入ってくると思うんですけど、コラボもどんどんやってですね、であと今シーズンは、僕が所属しているイタズキ FC が、まあ、今後ねちょっとこう JFL を本気で目指すチームに、なったので、まあ、そこの様子だったりとか、まあ、一番はディールズリーグ、僕と純、出ます。ゴートユナイテッドっていうチームでね、ウィナーズだってリベンジャーズと試合をして、本気でね僕たちも優勝を目指しに行くので、ぜひね、プレー、そこでの2人のプレーだったり、この熱い、思いっていうものもぜひ見ていただければなと思いますので、ぜひね、もっともっと多くの人に知ってもらいたいと思いますし、もっともっと多くの人に力になりたいと思っているので、ぜひ、今年もですね、拡散だったり、周りの友達に、ね、1人でもいいので、すごい勉強になるよみたいなのを言ってもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで、今年も愛坂、そして西頑張っていきますので、ぜひ、よろしくお願いします。最後にね、チャンネル登録と、高評価だけ忘れずに。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。